こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は寒飯です。幕を船体の上に掲げ、風をはらませて進みゆく船を見るということで、李白による七言絶句中の傑作、天文山を望むと題する詩に、天文中絶えて底を開く、碧水東に流れて北に至りて巡る、両岸の青山相対していず、湖畔一辺十辺より来たるとあります。今から寒飯を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。